はい、皆さんどうもこんにちは、ぶどうです。ポケモンコロシアム続きをやっていきたいと思います。とりあえず研究所の中をさまよいまくろう。これなんだ、会議室みたいな。あ、なんかいる。研究所人間じゃないな。バレたか。ラクライドコイル、やばいな。コイルは倒せる。ラクライ欲しいな。チョンチー、チョンチーか。おっと危ない。八つ当たり、八つ当たりとか悲しくなるだろう。どうしようか、クロスチョップでチョンチー倒そう。よし、いいぞ。よし、偉い。チョンチーも可愛いな。賞金が高い。いいね。多分ボルグがここのボスだろうな。地下通路の鍵。違うな。とりあえずじゃあ左行ってみよう。また地下に行くのか。あ、なんかあるぞ。 DNA サンプル。なんだ。あ、敵か。やばい、電気タイプ多いな。おお、レアコイルって離れてるんだ。じゃあコイル3体くっつければ同じじゃん。じゃあどうしよう。うわー、レアコイル。なんかぴったりくっついてると思ったんですよ、レアコイルって。離れてるんだね。よしよし。レアコイル割と強いぞ。マルマイン。
雷、あぶねー。うわー、自爆、自爆とかね。あぶねー。あ、全員か。よしよしよし、よし、よく当てた、偉い、いいぞ。おお、ちょっと回復してこよう。ちょっと回復してきます。さよなら。というわけで、この階には何もないかな。あ、お前がブドウだな。およそじゃ我々の計画を邪魔してるらしいな。いきなりダルル、またコイルとじゃ。怖いな。ちょっとね、戦法を変えてみましたけど、オイルはあれか、なんだっけ、頑丈か、あれ磁力だっけな、静電気じゃないよな。雷、やばい。お、かっこいい。あー、がー、効くな。エアコールの雷強いぞ。特攻120か。危ない危ない。マルマイン、またか。どうしよう、回復したい、回復しよう。お前もか。で、コイルを倒せば問題ない。おお、外した。よしよしよし、早いな、マルマイン。もう一回回復しよう。やばいぞ、ミックス俺の方が良かったな。あ、今の爪か、爪が発動しました。よしよし、そう、何回も当たってたらちょっとね。うー、危ない。まひるな。よし、あー、効かないな。よし、あ、残った、ちょい残し。ガブ、急所か。まあ、痛い。
いい感じに特集系になってる。もう変な人ばっかりここ、なんだよ、運び出された後だ。お前がいくら赤こうともダークポケモン計画を止めることはできやしないのさ。ちょっと待って、回復したい。なんか落ちてるな。地下通路の鍵、あ、やったね。どんどん行けるところが広がっていくな。いいね。DNA サンプルってなんだろう。おお、なんで上から降ってくるんだよ。雲かお前は。キバニアとコノハナ。コノハナって何タイプ？草タンだっけ？草タンタイプだったかな。あ、草、悪か。種棒が草たんだ。うわ。うん。まあ、そういう時もあるんですか。変えよう。あ、いいや。噛みつく。しっかりしっかりしっかりしろ。よし、いいぞ、偉い。この花もかわいい。デルビル。おお。デルビルいいね、デルビル。闇カラス。おお。あ、闇カラスか。おお、懐かしい。この演出懐かしいな。なんか麻痺か。おっ、波乗りで倒そう。ナイトヘッドやばいぞ。どうしようかな。手助け波乗りで死なないよな、闇カラス。レベル43だし大丈夫だはず。
よしよし。うわ、怖い。怖いな。よし。さて、ここで一旦終わろう。はい、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さようなら。